はようございます。今日はですね、都内にあるとあるシャフトメーカーさんですね、ちょっと来てましてですね、どんなメーカーさんの何をお届けできるかっていうところでございますけど、この後オフィスに入っていきます。それでは行ってみましょう。見たならば孝太郎をご視聴の皆さん、ご視聴あったー、はい、UST マミヤの橋田めぐみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日コラボ嬉しいです。本当本当ですか。楽しみにしてました。 いつも僕の横はあの、はい、三田兄貴っていう、はいはい、ちょっとあの辛口の、はい、どうしようもないお兄ちゃんが横に座って喋ってるんで、はいはい、今日はもうなんかね、あのドキドキしちゃうUST マミヤさんのこのフィッティングスタジオ市ヶ谷なんですかね。市ヶ谷五番町でございます。市ヶ谷五番町でございます。実際ここで、はい、めぐみさんのフィッティングも普段やられてるということで、なんかシャフトが新しく発売されるという情報を聞きつけましてですね、はい、早速じゃあ紹介したいと思います、はい、じゃーん、これ新しいシャフト、名前は、はい、アッタスキングになります。キング、ちょっと可愛い感じの、本当だ、はい、ブルーとなんかチェック柄みたいなのが可愛いですね。チェック柄ですね、そうなんです。これキングで、まあ、13代目のアッタスシリーズになるんですけど、13代目になりますか、もう、ね、このキングっていう名前、はい、トランプの13は何ですか、うん、トランプの13はクイーンじゃないんですか。キングですそこから来てるんですね。そうなんですよ、ジャイロのジェイソンとかもあったんですけど、ジェイソン13日の金曜日的な、はい、あ、なるほどなるほど、あ、ジェイソンも良かったかもしれない。あとね、うん、ゴルゴとかも、あ、ゴルゴ13 いいですね。今回はシャフトの王様を目指そうということでキングに、あ、素晴らしい、はい、いいですね、いろいろかかってて。まずこのキングのお話を伺う前にですね、はい、あのやっぱりこのUST マミヤさんのこのアッタスシリーズって、はい、特にこの毎回個性があるというか、うん、なんか同じようなこうシャフトって出てないような印象が僕個人にもあるんですけども、はいはいはい、なんかその辺のこうアッタスシリーズっていうものに対しての、まあ大まかなコンセプトっていうか、なんかそういうのってあるんですか。はい、まあ、アッタスシリーズ、まあ、UST マミヤのシャフトのコンセプトとして、うん、プレイヤーとヘッドのポテンシャルを最大限に引き出すシャフトっていうのを目指しております。お、まあ、なのでそのコンセプトに合わせて、まあ、今まで作ってきたっていう、うん、なので、まあ、毎回同じようなモデルを作るんじゃなくて、毎回こう個性のあるシャフトを作っていくことによって、やっぱどのプレイヤーでもどのヘッドでも最大限のパフォーマンスを引き出すことっていうのをちょっと目標にたくさん作っています。なるほど。今回キングと、はい、いうね、シャフトがまた新たに、はい、ローンチされるってことですけれども、はい、じゃあこのキングは、前作が、ダース。そうです、ダースです。ね、ダース。ダースの特徴もちょっと振り返っちゃっていいですか、うんうんうん、はい、はい、アッタスダースは、はい、手元側がしなりやすくて、うん、先端のトルクを締めた、まあ、中本調子だったんです、うん、アッタスシリーズ初めて中本調子って言って生み出した、グリップ下がちょっとしなるシャフトでした。ただまあターゲットとしても左をまあちょっと嫌がるゴルファーとか、うん、そうですって感じですか。しっかり叩き系っていう感じのシャフトだったんですが、そうですね、今回はですね、はい、先が動く、もう捕まらない人に捕まえてほしいシャフトになってるんですね、うん、あ、なるほど。もう全然前作と本当これこそ違いますね。真逆ですね。真逆きました、はい、今回のキングは、はい、まあ、手元側から半分まで、まあ、特別な素材を入れて、先端側がすごく走るような動きをするので、うん、まあ、スライスとかに悩んでいる人とかに使ってほしいなっていうところですね。スライスゴルファーバッチリの、前回は先端を動かないようにして、はい、大型ヘッドのブレっていうのを軽減させて、うん、芯に食わせて叩いて飛ばすっていう感じだったのに対して、はい、うん、今回は捕まえて飛ばすっていうような、はい、感じになっちゃう。もうこれ何、今回もう UST マミヤさんもう完全にもうシェア取りに来てますねいや、もう本当にやっぱ最近の捕まらない人にこそ使ってほしい、はい、もう捕まる人は使わなくていいですから思ってあ、なるほど、はい、もう捕まる人もこのキング使わなくても手にする必要ないと。そうです。なんかでも分かりやすいですね。そうです、まあ、あとはちょっと LST とかこう、うん、使
捕まり悪いヘッドを使いたいなって思ってる、はい、まあ、ストレートヒッターとかもいいかな。あ、でもいいかもしれないですね。思います、うん、ちょっとそこの組み合わせで結構面白いボールデータ出そうな気もしますね。す、確かにこれもうキング、実はもうここすごいんですっていうところちょっと教えてください。はい、アッタスキングですね、はい、まあ、さっきちょっと言った半分に特別な素材入ってるっていう話。あ、そうですね、さっきおっしゃってました。はい、うん、実はですね、まあ、手元側から、まあ、大体半分ぐらいまでの長さで4軸カーボンシートっていうのを採用しています。4軸カーボンシート、うん、まあ、これ別に最新素材とかそういうわけではないんですけど、そういうわけではない、うん、はい、それ入れることによって手元側にしっかり硬さが出てきて、はい、なおかつ4軸カーボンってことはこう4方向にこうなんていうのかな、繊維が並べられているので、はい、力をちゃんとこう分散してくれるっていうこともあります。なるほどなるほど。なのでその4軸カーボンシートを、うん、まあ、実はですね、これ長さ何センチ何ミリ入れようかっていうのをかなりこう研究しました。あ、もう長すぎてもあれだし短すぎてもあれだしみたいな。長すぎると硬いところが多くなって、はい、なんか先が動いてるのもわからない。あ、そんなに硬くなっちゃうんだ、それ入れると、まあ、フィーリングがですね、はいはいはい、短すぎても、はい、まあ、そ、中上司になっちゃうっていうのをこうミリ単位で調整して、うん、この4軸カーボンシートの長さ、うん、社員の人とか、まあ、テスターの方にいっぱい打ってもらった中で、うん、誰が打っても捕まるっていうところを出した結果の長さになってるので、うん、結構捕まると思います。あ、結構捕まる感じ4軸カーボンシート、はい、これは一番はやっぱりその振り心地っていうところに関係する部分なんですか。まあ、振り心地もそうなんですけど、うん、実際は打感ですね。打感、はい、手元硬くするなら高弾性カーボンシートを入れればいいんですけど、はい、そうすると打感ってすごくはっきり硬いものになってしまう。へー。で、先調子としても、はい、結構 手元硬いと打感が硬くなるってことが多いんですけど、はい、4軸カーボン、そのさっき言った力の分散をするので打感がすごく柔らかくなるんですよね。マジで？はい、マジですなので打感がマイルドな先調子になるんです。なんですかそれは。もうちょっとね、4軸カーボンってちょっとイメージつかなくないですか。うん、なんかね、あの、実はこれ撮影前にめぐみさんからこう打ち合わせでいろいろ4軸カーボンをもう30回ぐらい聞いたんですけどやっぱりね、はい、ピントコン、はい、うん、でちょっとあります。あるの、はい、ちょっと待ってくださいね。あるんだ、ちょっと待ってて、はい、すいません、お待たせしました。はい、じゃん、こんな感じになってます。すごい、これなんか僕あの六本木でレッスンしてますけど、はい、六本木のレッスンで通われるマダムが持ってるバッグの柄に見えますかね、こう、はい、網やみになってて、4方向に繊維が向いてるんですね。そうですね、こういう方向ね、はい、4方向、これがシャフトの最内装です、ね、一番内側に入ってるんですけど、うん、ちょっと見えますかね。ちょっとね、もう僕も36歳だからねああ、そう、これの四角く模様になってますよね、なんか、うん、これがそれなんですよ。これがそれ、これに見えてる四角い模様の部分が、あ、ああ、本当だ本当だ。そうそう、うん、これがこういう風に巻いて入ってるんです、ね。で、それの長さがちゃんとそのさっきめぐさんおっしゃってたような、まあ本当に振り心地とかもいろいろいい部分のも、だいたいこのロゴのあたりまで来てますね。ロゴのとこまで入ってる。はい、これによってもう振り心地やら何やらがもうバッチリになってくんだ。そうなんですよ。まあね、これ自体は初代アッタスってアッタス1代目からちょっとね使わせてもらったりしてた。そうなんですね。だけどね、開発の人がこれ使いにくいって使うの大変だって言うから、ちょっとあんまり出てきてなかったんですけど。あ、そうです。今回はやっぱりね、この打感忘れられないっていうことで採用しております。なるほど、はい、これぶっちゃけあのこれまでの過去のアッタスシリーズ、うん、あるいは UST マミヤさんのシャフトで似たものってあるんですか。お、似たものですね、うん、あります。 あります、はい、あります。 ある、うん、一応これやっぱ先動く系っていうと、はい、歴代アッタスだと、はい、アッタスロックスターっていう。ロックスター、はい、ちょっともう懐かしいまでありますけど。そうです、うん、ロックスター。もう一本がアッタスクールですね。クールね、はい、そのつながりを打って表すものとして、うん、一瞬。めぐみさんはね、めちゃくちゃ動く。スタジオ内をもう、さっそうと動く。はい、すいません。はい。はい。あ、ありません。持ちます、持ちます。はい。
青系なんですね、色が。水色ですよね、こっち。アッタス6が水色。そうです。うん、で、こっち、旧大豆ですね。はい、クール。で、クールのこの文字の色、よく見てもらっていいですか。はいはい。ああ、青ね。青なんです。青。うん。これ、この青と同じ色なんですよ。これもう、どうですか、皆さん。この、ちょっとしたこの、気づく人には気づくみたいな遊び心のこの、この色は、アッタスシリーズはとにかく走らせるよってこと。そう、青系はもう走り系だよ。しました。あ、しました。あ、もう決定事項。ね、あ、それでもね、分かりやすい、うん、そういう風にやってもらった方が。で、まあまあまあ、あの自社のシャフトでこれってのは分かったんだけど、ちょっとあの他社シャフトだと、うん、まあこれですみたいなのあります。はいはい、はい、まあね、私もいろんなシャフトを一応見てきてはいるんですけど、うん、はいはい、まあ、やっぱりあのF 社の、 あの F 社のね、 F 社のエボリューション的な感じ。いや、もう言ってるね、はい、もう奇数系も奇数系の方のがさらにちょっとまあ似てるんじゃないかなと思います ね、 ね、走ってちょうだいってやつですね、はい、ターゲットとしてはもうスライサー、うんうん、スライサー、はい、右に行く球を左に行かせたい人、はい、まあ、右に行きすぎちゃうの半分の曲がりにしたい人、うんうんうん、そういう方にぜひ使ってほしいです。これヘッドスピードは別にない、うんうん、はい、実はですね、はい、今回フレックス展開が15フレックス 40g 台の R シャフトから 70g 台の X シャフトまでありますので、はいはい、ヘッドスピードも大体ね29とか、うん、まあ、30切るぐらいの人からちゃんと50超える人まで全部みんな振れるような硬さ用意しておりますので、なんとゴリラーの皆さんも大丈夫よこれ。そうです、もうがっつり振れる人も、うん、じゃあね、今回めぐみさんにいろいろと伺いましたけれども、本当に分かりやすかったです。ありがとうございます、ね、キング使ってみたくなりましたんで、私もちょっとキングね、打たせていただこうかなと思います。でヘッドはあの私が普段使ってるこのピンの G425 10.5 度ですね。でキング、アッタスキングの 6X、 これと取っていきたいと思います。お願いします。はい、まあ、持った感じはそこまでなんか走り系だみたいなほどこうしなる感じの印象はそこまでまだないですよね。うん、はい、おお、ちょっとこれどん捕まりじゃないですか。これめっちゃ捕まってますね。304ヤード。シャフトが仕事してくれて、もう右には行かさねえぞみたいなのは少し今1球だけだけどちょっと感じる。おー、うん、フェースクローズにしてくれるキングの感じあるな。多分何かこう打ち出しから右に行くっていうのも割と防いでくれるかもしれないですね。かぶって当たって、なんかこうどうですか。これドローを打ちたい人めちゃくちゃいいんじゃないかな。今かなり振りましたけど、めっちゃいい音しました。おお、できましたね。伝わってますね。これね、もうこういう感じ、これもうほんとスライスキラーですね。初速74で初速74が出ました。これキングすげえな。これ捕まってますね、ちゃんとね。え、うん、スライサーの人は本当にいいと思うな、これ。お、助けてくれるよ、キングが。キングが、うん、打感どうですか。あ、打感はね、ピンだった。ピンだったあのね、もともと打感はね、あんまり感じ取りにくいタイプだからマイルドになったのかな。もう一球いい？はい。いいプッシュドローじゃない？はい、うん。まあめぐみさんに言われてマイルドになってる気もする。気もする。元から鈍感なら仕方ない。そう。これね、鈍感だから僕が。これぜひあの試打して試してみてください。あのめぐみさん曰く打感もマイルドになる効果可能性極めて高いらしいですからね。うん、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。試打させていただきまして、もうこれちょっとバッチリのプッシュドロー。捕まって飛んでましたね、ちゃんと。捕まって飛んでくれますね。さすがアッタスシリーズの中のキング。
はい、ちょっとこれ見てね、気になった方も多いかなと思います。ねえ、いや本当にもうあのフェイスをもう閉じさせてくれますもう開きっぱになんかさせないよっていう感じがありますんでね、ぜひあのフェードヒッターはちょっとね、好んでそのフェードを意図して打つ人からするとちょっと慎重にね、選んでいただいた方がいいかもしれませんけども、もうスライスゴルファーはもうすぐ使ってください。はい、はい、じゃあめぐみさんに締めていただきましょう。最後までご視聴あとーさよならー。